がクソったれなものがそびえ立ってるのはわかるじゃねえ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。食べ、慌てずに食べな。木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと KK、 エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ、まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ、本番はこれからだ。だろ。ああ、ありがとう。よし、行くぜ相棒。うん。
お前がいて助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。止めよう。もしかして増えてる？ああ、バレてる。悪いニュースだから黙っておこうと思ったんだけどな。あとはレイを助けてあげるだけだね。どうだ？ご利益あったかも。
あとは外に送るだけだ。二人の時間をくれない？なんだよ突然。調べてほしい場所があるの。戦いには関係ないことかもしれないけど。余計な時間はないぜ。そうね。で、場所はどこなんだよ。いいのか。俺は断りたいが、アキトが断らないだろうな。 KK の言う通りですよ。場所を教えてください。そう言ってもらえるとありがたい。なんだ？
分が慈悲深く覚えてくるぜ。女の子がいる。あれは。消えた。この思念を追ってみるか。何かに迷っているみたいだ。大したことない。何かある。おい、囲まれているぞ。Thank you.
リンコ、指示通りに公園に向かったがエリカはいない。もしかしたら別の場所に行っているのかもしれない。向かってみることにする。だがこの状況だ、僕の方も渋谷に長居はできない。もしエリカと合流できなくても時間が来れば渋谷を脱出する。それは理解してくれ。以前エリカが僕に質問をしたんだ。適合者とは血によって継承されるものなのかとね。そういうデータは何一つないと答えたよ。実際はデータが少なすぎてわからないだけなんだけどね。エリカはその答えに納得していないようだったよ。君が彼女を戦いに参加させなかったのは間違いだったのかもしれない。今の状況を考えるとそう判断するしかないよ。連れて行かないなら自分で行く。待ちなさいエリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。 KK の方はどうするんだい。エリカは戦わせないと伝えて、それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。このボイスレコーダー、エドのものだ。どうしてこんなところに。それにさっきの女の子。リンコに聞けばわかる。戻って報告だ。何か見つかった？あったのはボイスレコーダーだけでした。そうか。エリカを見たぞ。すぐに消えちまったけどな。あの場所は何だ？あそこはエリカが初めて猫を拾ってきたところだ。だからいざという時の集合場所にしていたのよ。戦いの最中、あの子がどこで何をしていたのか知りたかったの。俺もエリカとははぐれてそれきりだ。いいのよ、時間を無駄にさせた。ごめんなさい。また何かあれば言ってください。ありがとう。その言葉に甘えさせてもらうわ。もっと救えるはずだ。
隙だらけだったな。どうしたぜ。この近くにカラカサがいるのか。よし、渡部、慌てずに食べな。
お食べ。慌てずに食べな。見守ってくれそう。そうだな。こんなにたくさんの人が。あいつらも諦めたみたいだな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。
はいいか。登場はしねえぜ、お前らにはな。音だろう。牛の子踏まえりってやつだ。他人に見られないように7日間連続でやれば呪いが成就すると言われている。その藁人形が残っているせいであいつも成仏できないんだ。それに
藁人形を払わないとこの辺り全部汚れちまう。じゃあその藁人形を探すしかないね。釘を打つ音だ。近いぞ。あいつを払ってここの汚れを一掃するぞ。邪魔するな。なぜ呪いなんか？そんなに恨みがあったの？あいつ私の朝をもらった。みんなに言いふらして笑われた。だからって呪いを使う必要が。人を呪うとき、こいつの心も化け物になったんだ。呪いってのはそういうものだ。払ってやれ。
音が止まったんだ。ありがとう。でも、なんで俺が。あざのあった女の子のことを覚えてない？あざ？覚えてないけど、そいつが名前よ。お前にとってはその程度でも、そいつにとっては違う。そいつは、お前にあざを笑われたことを覚えていた。その怒りや恨みが、やがて呪いになるまでな。だからって、呪い殺すことないだろ。俺は死んだんだぞ、そんなことで。そうだ、その感情が呪いを生み、悪霊を生むんだ。呪いは連鎖する。お前は彼女を恨むな。なあ、彼女は呪いの呪縛から解放されたのか？うん、心配ないよ。それならよかったよ。ありがとう。あとは外に送るだけだ。ってのはいろいろ見えるんだよな。それって良くないものの話だろ。うまくやるじゃないか。なんだろこれ。それはカマイタチの仕業だな。確か手がカマになってるイタチの妖怪だよね。風のように素早く動くんだっけ？そうだ。だからカマイタチは捕まえるのが難しい。ガキの頃よく捕まえに行ったもんだ。いつも見失っちまうんだけどな。無理だって気づいてよ。その時に、あれ？なんか胸が熱くなってきてるんだけど。だが力を使えばあいつの居場所を探れる。今なら見失わないはずだ。いたぞ、かまいたちだ。あいつはこっちを気にしていない。動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。奴の動きが止まったぞ。やっと捕まえたぜ、かまいたち。いや、捕まえたのは僕だけどね。
カマイたちが原因だったのか。理由が分かってすっきりしたよ。他にもいる。探さなきゃ。
あいつも焦ってそうだ。この神社を浄化するぞ。これで霧は晴れた。次に行こう。化け物退治に慣れてきたな。
俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。他を探そう。体を借りるぞ。もっと救えるはずだ。俺の出番だな。仕事熱心だね。僕も負けていられないようだ。
イドリスを守ってくれ。誰か近所にいるは二つあるんじゃが、どっちも化け物だらけで近づけ。せっかくの井戸水じゃなんとかならんかも。井戸が汚れてるのかな。だろうな。だが二つか。その井戸は地下水でつながっているのかもな。そうなると片方の井戸を浄化したとしても、もう片方の影響ですぐに汚れちまう。間を置かずに二つとも浄化するしかねえな。時間との勝負ってことか。その分効果あったかも。なんだ？人助けも大変だな。
それでよし。頼むぜ、お地蔵さん。どうしたぜ。他にもいる。探さなきゃ。
いい。避けるのが無理なら守りを固めろ。片付いたぞ。井戸を浄化しないと。もっと救えるはずだ。KK、あそこ。嫌がった。一旦もめんのやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。目を回してるぞ。今がチャンスだな。使えそうだ。
準備しろ。いなくなった。井戸を浄化するぞ。あとは外に送るだけだ。信心深いな。こういう時だからね。よし、こっちは浄化できた。あ、汚れが消えているのは数分ってところだ。もう片方の井戸も急げ。you
なんとか間に合ったね。よくやった。もう地下水は大丈夫だよ。すまんのう。これで孫子の代も井戸水が飲めるわい。自分が慈悲深く覚えてくるぜ。時の神頼みか。でもご利益あったよ。よし、行くぞ。
ッパの鳴き声だ。近くにいそうだな。カッパなら水のある場所にいるはずだ。ここから下に降りられそうだ。下水道か。確かに水はあるな。慌てずに食べな。なんだろうこれ。
外？こんなところにカッパの住みかかよ。第二球技を置いてカッパをおびき寄せるぞ。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れて待つんだ。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。キュウリを食べた。ああ、静かに近づくんだ。ダメか。焦りすぎたな。あいつも焦ってそうだ。え？外？こんなところに第二球技を置いてカッパをおびき寄せるぞ。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れて待つんだ。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。キュウリを食べた。ああ、静かに近づくんだ。悪いね。力を借りるよ。返す予定はないけどな。
なんだ？見守ってくれそう。そうだな。どうしたぜ。頑張らないと全部救えない。隙だらけだ。気づいたら死んでたなんてついてないな。言えてるね。
そういや、昔コンビニで猫股を見たな。コンビニを奪うチャンスを狙ってるのかな。人間社会全部かもしれないぞ。あり得る。新商品のご案内です。いい買い物できたか。まあね。いつだって思い出すんだ。あの日の桜が香る美味しさ 2000%。 DJ マルチバース待望の来日公演決定。キラーキントラブルズを実現。慈悲深く覚えてくるぜ。
よし、次に行こうか。世界に3人いるっていうあれか。あれは人じゃない。確か会うと死んじゃうって。それどころか死んでからもずっと追いかけてくるんです。私怖くて。あれはまた見つかったんだわ。早く逃げなきゃ。ちょっと待ってて、僕が電話に出てみるよ。何者だ？何がしたいんだ？もう少しだから待っててね。何かくん。見つけた。助けて。何言ってるの？そいつが偽物よ。くそ、どっちなんだよ。いける気がしないよ。身を引き締めろよ。
邪魔する。あなたたちいるの？私みたいなのが。呼びましょうか。遠慮しとくぜ。俺みたいなのが一人で十分だよ。もう追ってこないよ。やっと解放されたんですね。ありがとうございます。他にもいる。探さなきゃ。猫又が商売するなんて思わなかったな。お金が好きなのかも。猫に小判ってのは嘘だな。なんだこりゃ。
なんだろこれ。周囲を調べてあの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。